山頂オープンソースとは、農産物直売所にて使用される出荷生産者向けの情報提供と消費者向けの情報提供をプログラム群の総称。代表的なものは、山頂メールと呼ばれている欠品防止を目的とした売れ行き表示システムのこと。正式には、山頂オープンソースとは、以下のソフトウェアの集合体を指す。利用者側のインターフェースのすべてが、 携帯端末を利用することを前提として設計されており、携帯端末のブラウザで記録、閲覧をする。PC 上で使用するブラウザでも閲覧が可能。開発に使われたバックエンドシステムは、ユニックス系オープンソースのフリーブズドをサーバーオペレーティングシステムとし、Web サーバー、データベースサーバー、PHP、またで構築されていた。コアスクリプトが PHP で書かれたソフトウェアで運用にあたってのバックエンドシステムも他のサーバー OS 上でも稼働が可能。一方、オープンソースを標榜しているが一部のスクリプトはソースコードの公開がなされていない。2002年7月にプロトタイプを完成して実験運用を開始。ソースコードの公開は2005年11月13日から。 サンチョメールと使った取り組みが2008年出る ICSB スモールビジネス国内部門で優勝。受賞理由は IT とは対極にある層を巻き込んだ点とオープンソース活用で今後の期待。開発者は道の駅の駅長。ソースコードは GPL で公開。消費者への情報提供と生産農家への情報提供を行っている。 どちらも携帯電話の使用を前提としている。また、農産物直売所で使用されていることとお年寄りが使いやすいように設計されているのが最大の特徴。URI リンク付きメールによる方法で情報公開サイトへの誘導をする。必ずウェブアクセスが必要なことが煩わしいメール本文に売れ行き情報を載せればいいという意見もある。一方、 生産農家の都合で、いつでも閲覧できることから、常時閲覧しても、最新の売れ行きが表示される、この方法が優れているという意見もある。バーコード等の発行システムとは切り離して、存在できるため、ポスレジのメーカーには依存しない。しかし、ポスレジの商品分類、部門カテゴリが正しく設定され、農産物直売所で販売される、農作物が、生産者、 価格、分類、または、部門が特定できるように記録されなくてはならず、抽出ができないと、売れ行きデータを活用することができない。また、ソースコード類は無償であるが、運用にあたっては、バックエンドシステムとして、ウェブサーバとメールサーバとデータベースサーバが必要であり、利用者側も、携帯端末の購入が必要。メール送受信機能とウェブアクセス機能と、 カメラ付き携帯電話が必要。いわゆる CRM システム。キャンペーンや販売促進などのツールとして携帯端末からメールを送信してもらう。DPGP サーバはオプトイン登録の URI 付きのメールを送信者に自動返信するというもの。自動返信が中核システムであり、 フロントエンドとして、またのセンディメールを利用しているため、オープンソースにしていない。サンチョと同様にメールサーバー、ウェブサーバーとデータベースサーバーが、必要ウェブアクセス機能付きの携帯電話端末が、必要。いわゆる、生産履歴ソフトウェア。2005年に実用化。サンチョ、DPGP と同様に、ウェブサーバー、データベースサーバーが必要。NEC ソフトウェア。 東北株式会社対応 OS は、フリーブズドなどのポジックス産書の紹介産書、オープンソース、ハットデル、ICSB スモールビジネスショーデル社プレスリリース2008年8月21日。朝日新聞記事の PDF2005 年3月3日、AB 直売所における情報システムの活用について、農産物直売所販売管理システム総務省。 ソリューション第2回産地直売所向け欠品防止システム。ありがとうございます。